ライブライフをご覧の皆様、こんにちは。桂春蝶でございます。春風亭一之輔です。テンション低いわだってテンション低いね。そんなことない、そんなことない。緊張してるんですよ。ライブライフですよ、天下の。これはもう登録者数大変な数なんだよ、YouTube で言うと。吉谷さんは今日はちょっと A4 の仕事行きました。 A4? はい。どういうことですか？ライブライフより A4 の仕事行ったんやから。胸が痛い。領収書の必要のない仕事取っ払いの。そうそうそう。じゃあちょっと今日はお二人にはいろいろお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。上方落語の人気落語家桂春蝶さんと江戸落語の春風亭一之輔さん、そして桂吉弥さん、東西の人気落語家3名による初の3人会が開催されます。今回は会の見どころを伺いました。もともと春蝶さんと吉弥さんのお名前は主催者の方からあって、で東京から一人というゲストってお伺いしてたんですけども、今回一之輔さんにお声掛けされたっていう経緯といいますか、お伺いしたいなと思うんですが、ね、携帯でこうスクロールしていって一番最初に出てきた東京の話があったんです。こらこらこら一之輔のいいだそうそうそう、これ掛けやすいなと。がっかりで、まあ、実際のところという実際のところ、はい、実際のところ、まあその何回かこう落語会一緒にさせてもらったんですけど、多分一番なんかこうなんていうのかな、腰の座りがいいっていう言い方が僕落語家ってあると思うんですよ、はい、なんかね座布団の上にこう座った時にどっしりしてるっていうか、なんか浮いてないっていうか、そういうのを一之輔くんから感じて、彼はすごく信頼できる芸をしてくれるんですよね。最初の印象っていかがでしょう。生意気やったでそうですか。全然覚えてない。怖いぐらいの後輩っていうかね、上岡龍太郎さんがね、はい、あの売れる芸人っていうのの、あの条件って目見たら人殺しそうな目してるっていうことを言うてましたわ、上岡龍太郎さんがね。もうほんまに3人ぐらいもう殺してんちゃうかなっていうのを目してましたから。数名ね、はい、落語家って目笑ってない人多いですよ。多い。まあ芸人ひっくるめてそうかもしれませんけど、ね、この男も吉弥も目笑ってへんですからね。めちゃくちゃこれ写真で見るとめちゃめちゃ気づかれるのが怖いから。そうそう、だから細めで見えへん状態にしてるでしょ。これ彼のテクニックなんですよ。バレないっていうところが彼の魅力です。怖い人ですよ敵に回さない方がいいなと思いましたね。なんかグイグイくるね。ポジティブな野心家が一番怖いんです。立てば弁護士、座れば詐欺師今回こう選ばれた理由っていうのはあるんですか、この3人話でおいて。いや、想像したんですよ、はい、ネタを出してくれって言われて、お二人どういうネタ出してくるかな、ちょっと、まあ、待ってもらった、はい、お二人の聞いてからにしようと思って、はい、吉弥兄さんは、はい、愛宕山、まあ俺言っちゃう、愛宕山ちょっと当たりました。ああそう、うん、愛宕山じゃねえかなっていう、春だし、はい、うん、で吉弥さんはのあのなんかほら、まあ、人情話かなっていう、じゃあバッカバカしい、もう、はい、もうなんか聞いてては呆れちゃうような、腹の底から笑えるような話をしようかなと思って、青菜すごい感心させたりとか泣かせたりとかいう話じゃなくて、もうくだらない、言っちゃくだらない、もう人の真似して失敗してギャフンみたいな、そういう落語らしい落語ですから、あんま構えずに聞いていただけたらな。僕のはひどいです。ひどいですか。ひどいです。この間改めて録音聞いたら、これ俺の弟子だったら怒ってんなちゃんとやれ青なぞっつってね、言うと思うんですけど。浜野則之っていうね、あの話ですけど、まあまあ青長上方落語からの移植で江戸の方がやるということならば、この浜野則之は江戸の話、はい、私が上方という土地にそれを変えてやるという、そういうことで、あのお互いがなんかこうほら交換し合ってるっていうようなところもね、あの聞いていただければというふうに思います。浜野則之に関しては、あの全然使えないボロボロの2世っていうのがあのテーマなんです
親父が大名人、はい、2世がもうボロボロ、ちょっとやめてください、ヒゲしないでくださいこういうふうに聞くぞ、あ、君が聞くぞに見えてあの人もまあそういうところあるからそうそうそう、親は名人かはどうかわからないけど、ね、面白いおじいさん。天野紀之っていう話は割に自分の領域に持ち込みやすい話なんだろうなというふうにシミュレーションできるわけですよ。やっぱ自分の言葉になってない状態で講座に上がっていくっていうのが一番我々恐ろしいんでね、さらっとそれができる人もいるんですけど、おそらく一之輔君も僕もそれはちょっとできないっていうタイプだろうと思います。初期設定としてこうの人ならば自分が演じられるっていう、なんかニコラス・ケイジっていう俳優いてるでしょ、あの人の言ってることすごく分かるんですけど、自分が理解できないと演じれないんですって。おー、ニコラス？ニコラス。何言ってんすか？なんか親戚の人？おじさんです。ニコラスが？ニコラスが？アメリカのおじさんです。アメリカのおじさん。あ、その内容に。登場人物の心持ちとかそういうの納得せんと、そうそうそう、自分と一つも重ならないものは演じようがないと。だからそのパーセンテージが非常に高いものっていうのはおそらくは自分が演じやすいものなんだろうし、こういうすることもできますよね。脚本をこう変えれば自分が演じやすいようになると。だから割にそういうふうにして落語家は自分の領域に持ち込んでるんだと思うんですよね。僕も言い切っていいと思いますが、はい、配信では落語は無理ですね。あ、そうですか。はい、まあ一之輔さんやってはったのはそれはそういうどうしようもないからやっているという保管としてね、それを、まあ、主眼とは絶対されてないと思うんですよ。我々が例えば米朝師匠やうちの師匠の春団治や僕の親父の二代目春長やに唯一勝てるものがあるとするならば、それは今の人たちに生でできるということなんですよ。だから画面っていうところでしか、それを提供することができなかったら個人の人もそこのラインに入ってきますから、その人たちには結構負けるんちゃうのっていうふうに思うんですよね。生ってもう嗅覚と皮膚感覚、触覚と言ってもいいけど、それに触れてるっていうところで五感を刺激されてその物語の中に入っていけるわけですよね。そこがあるからでこそやっぱライブっていうのはどんな時代でもやっぱり見に来たいという人はいる。一之輔さんはどう思われますか？その通りですやっぱりライブってその日朝起きた時から夜梅田で落語を聞くっていう気持ちだとちょっといつもと違うじゃないですか。晴れの場に行くっていう、うん、その一日の過ごし方もそれで変わってくるだろうし、どっから電車乗って劇場行ってで劇場の幕が開くのを待ってる間の気持ちであるとか、で横にお客さんがいてだん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 気が上がってきて幕が開いて出てきて、で幕が閉まって拍手してどこで何か食べて、もしくはうちに持って帰って何か食べて飲みながら、一日をこうピークが多分幕が閉まる瞬間だと思うんですよね。であるべきだと思うんで、ああだからそれがライブの醍醐味だと思うんで、うん、客席ってお客さんにとっても舞台なんだなっていうふうに思うんですよね。僕で言えばお客さんやっぱりすごく和服をお召しになってるお客さん多いんですよ、男性も女性もね。その衣装選びっていうところからワクワクしてるのってだから僕らとちょっと一緒のような気がするんですよね。だからやっぱり共演者なんだなっていうふうにすごく思うんですよね、お客さんって、はい、和服で来なくていいですよね和服で来なきゃいけないと思っちゃうかもしれない。あ、いや、サムエでいいです帰ってめんどくさい僕の落語界は汚い格好の人いっぱいいますから大丈夫です。裸足です、半分ぐらい裸足で来てますみんな裸足で T シャツ。初めての方、
がもしいらっしゃったら、初めての会、落語会ってすごく大事だと思うんですが、初めての方はまずこれを選んでみてください。もう本当にこれが今の落語会というもののなんかもうデパ地下の試食コーナーだと思っていただいて、そこでいいな、美味しいなと思うものがあったら、そのじゃあ吉屋さんやったら吉屋さんを行ってみよう、吉屋さんのその御一門の人行ってみよう、広く行って米朝一門行ってみようとか、一之輔君がいいなと思ったら江戸落語というものが体に合うかもしれない。一度この3人を聞いてみてもらえれば、何かしらどこかに感動されるところのポイントが見つかると思いますので、よろしくお願いいたします。おっしゃる通りです。同じことを思ってました。僕が、まあ、一般人でお客さんだったら、チケット取って行きたいなという、そんな会のような気はしますので、自分で言うのもなんですけど、ぜひおいでいただきたい。そして次はいつあるかわからない。これね、打ち上げで大喧嘩になって二度とやるかいボケっていうことになるかもしれないですもんね。はい、そう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 、本当にそう、うん、はい、俺のカルビ食った焼肉で打ち上げができるか分かりませんけど、焼肉行く感じなんですね、もうそんないい打ち上げに行こうと思ってるのか、ぜひこの回をお見逃しなくて、はいはい、ぜひ